休み時間ラジオでございますよ。いや、ノーミルク佐藤でございます。はい、ノーマンでございますね。11月6日23時30分に夜に撮ってますということですけどね、今日も収録お疲れ様でしたということで、ね。お疲れ様でした。あれですよ、週始め、恒例月曜日に出してますね、順位表動画。うん、ね、撮りましたけど、あとは台所事情、長崎編撮りましたけどもね、ありがとうございました、本当に。いやいやいや、土日どうでした先生、いろいろありましたね。いや、まあ、いろんなことがあったよね。でも、まあ、やっぱり、いわきじゃないですか、まずは。いや、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。いや、J3 がまたドラマチックですね。ですね、大混戦ですからね、今ね。大混戦、そして、もう、可能性残してる、富山、今治がね、松本、そして、藤枝を破るという、しかも得失点差も意識しながらバコバコ打ち合うという。いやー、すごいね。もう、チャンピオンが決まる真横でですね、もう、ついに争いが残り2試合ということですけどね。いやー、すごいかったですね。そうだねー。まあでもちょっといわきの話はしたいですけどもね。MVP はいわきだから選ばれるわけでしょ、J3 MVP。まあでもちょっとこうなると、有田亮あるんじゃないかな。スコアのところでね。ねえ。まあ本当は有田さんか佐賀さんか、本当ちょっとどっちかじゃねえかって思う。最終節どっちも取っちゃったからね、これね。そうね、ここでね。最終節っていうかね、優勝決めた試合でね。あ、でもね、まあさん、実はね、これね、今の聞いて皆さん、いや、まだ最終節じゃないよって思われるかもしれないけど、実は選手の皆さんに投票とかしてもらうから、リーグからいろんなお達しみたいなのが、各選手に飛ぶんですけど、そうそう。それはだから最終節分とか入れられないんですよ。ああ、そうなのね。間に合わないから。なるほど。だいたい32、単節のとこではもう取り終わってる感じになるから、現状もう集計始まってる可能性すら。じゃあ、そのあたりでっていうことなのかな。あれ、J2 のアワードって今日だったんじゃないっけ？あ、J1 のアワードが。あ、J1 のがあったんだ。そうだ、これ見なきゃな、なんて思う。今日、これから11月の7日に行われます。よかった、今日ね。あ、よかった。マンデーライブの。ダゾーンの予告に出てたから、あ、これあんのかな、なんて、そら、今日やらんか、そうだね、今日とか。収録日にやらんか、よかったですね。ダゾーンが盛りだくさんなのよ、いろいろね、ちょっと。もうすごいよね。怪物ロナウドの98年とかね。94年、マラドーナの凋落、90年ね、カメルーンの躍進。全部見たよ。全部見たよ。金曜日に全部見たよ。超面白いよ。もう、ね。あれです、もう、なんかそれでもうテンション上がっちゃってね、オール・オア・ナッシングとか見直しましたよね。ライブビデオとか、ネットフリックスのキャプテンズっていうのも見ちゃいました。やばー。アホでしょ。アホでしょ。全部おすすめですよ。オフ会やりたいぐらいおすすめですよ。ちょっと話戻しますと。そうですね。ね。まあもちろんね、J1 のマリノスの優勝もありましたし。はい。そうね。うん。そうね。まあこれはね、もう別動画ですでに話してるんで、今回ちょっと割愛しますけど、あとちょっと、海外の方もちょっとすごいのいっぱいありましたね。本当ですわ。やっぱり、三笘くん。三笘選手すごかったね。ワンゴール、ワンアシストですね。あと、ワンレッドカード誘発。ああ、そうですね。うん。その前の試合もだって、ほぼほぼね、全部得点絡んだみたいな。そうなんですよ。いや、もうプレミアのね、チームのエース格でしょ？そうなのよ。しかも、スタイル変えずにですよ。もうバリバリ、もう、ファーストタッチからドリブルしてたもんね。ゲームみたいだったね。なんかね、イングランドでは、あんなやつどこに隠れてたのっていうふうに言ってましたね。いろんな解説の皆さんがね。あ、そうなんだ。そう、今日ね、昨シーズンまでベルギーとか日本でやってたのね、聞いたけど、すごすぎないみたいな感じで語ってました。いやいやいや、やっぱりね、プレミアのレベルの中で同じようにできるなんて、なかなかね、テンション上がりますよね。ちょっとすごいよね。J リーグで交わしてた時と。同じように代表でもさ、オーストラリア代表あんな交わし方するって思わなかったじゃない？プレミアはさすがにと思ったら同じ形でアシストしてたもんね。すんごいわ。いやー、これ怪我だけ心配だよね、これね。てか、ああいうスタイルってこう、引っ掛けてくるじゃない、足を。そうだね。やめてよ、本当にプレミアの皆さん。これだけ。お願いします。お願いします。本当にお願いします。ブライトンのユニフォームかっこいいよね、なんかね。そうだね。少年漫画が、戦隊ヒーロー感ないあれなんか。あるあるある。わかるわかる。青黄色。ね、あれ、私。いいね。わかるわ。私ね。あとはね。嬉しいな。タッカーでな。スタイルバってな。やっぱ三笘君、あとプラスすごいのがね、また。シーズン途中で、チェルシーに行っちゃった監督、ポッターさん。はい。そしてプラス今指揮してるデゼルビさんって2人いるんですけど。はい。今のプレミアの中でも、ペップ、クロップに次ぐか、それ以上の戦術量を誇ってる監督なんですよ。へえ。だから多分、彼らの戦術、もう駆使してやってる戦術量に対応できるんだったら、多分、世界全部の監督に適応できるはずで、そこでやれてる三笘君って、だから、非常のそのドリブルススッとこう抜けると、そうそう、ポッターさんとデゼルビさん。ポッターさんとデゼルビさんの逆に評価下がんじゃない、戦術三笘じゃねえかよって言われて。三笘すごすぎて。まあね、あれかもしれないけど、でもそれだけすごいってことですよ。いやー、三笘君は。しいよね。いや、三笘の話ずっとしてたいですけど、鎌田もすごいでしょ、今。いや、すごいのよ。何試合連続とかでやってるし、今。ねえ、だって今、ブンデスで評価点トップですからね、フィールドプレイヤー。そう、僕だって起きて鎌田のニュースだから、香川の頃思い出すんですよ。ドルトムントのね。そう。頃、もう、起きりゃ香川、起きりゃ香川よ。またやった香川、みたいな。そうね。ねえ。嬉しい。これがどうしちゃったの、これ。もう、いいコンディションですよ。ねえ。だって、あと、しかも何ですかプラス、古橋、兵庫。あと、上田綾瀬と点取って。あ、そうなんだ。そう。うわー、いいですね。やばーって。上がってますね。そう思ってたら、マーさん、あれですよ。さっきのちょっとブライトンに戻りますけど、ブライトンもう一人今日本人取ろうとしてますよ。あら、そう。そう。誰だ三笘選手の、ライバル格である、トロサールっていう選手が、ワントップに入ってたね、この間。そうそう、彼がもしかしたら冬にチェルシー行く可能性あるんですって。で、その、彼の後釜にしようとしてるのが。トロサールだからマグロクールじゃない？違う。後釜はマグロか。よく見つけたな、そこのワード。去っちゃうみたいだから。鮭クールじゃない？戻ってくるみたいなあれじゃないんですよ。違うの。中村敬斗。わあ、いいじゃないこれ、すごくないそうか、スイスで爆裂大活躍中の。オーストリアね。すげえ。そうなんです。これはもちろん、三笘キュンの活躍もあってってことでしょまあってだと思いますけど。これはやっぱ。でもデータ的にはもう分相応なわけでしょいや、もう間違いなく問題なくてレベルなので。そうですよね。わへー俺はいいよ。あの時のだからオーストリアで言うと南野ぐらい輝いてるわけでしょそういうことですね、うん、どこに召し抱えられてももうおかしくないぐらい輝いてるわけでしょそうなんですよであと仮にの話でブライトンって三笘君が昨年いたウニオン・サンジロワーズベルギーのチームとも、はい、連携してるんですけどもし仮に冬、ブライトンが中村敬斗を取って、レンタルでウニオン、サンジロワーズに仮に送ったとしても、それでも格上になるので、そうか。ステップアップになりますから。そうですか。そうで、ウニオンは、今、ヨーロッパのカップ戦も勝ち上がったので。俺はウニオンベルリンのサンジロワーズのホームスタジアム好きですよ、いいもんね、村祭りみたいな雰囲気ね、あれ好きですよね。あるよね。だから、どうなったとしても彼、ね、中村敬斗選手にとってはちょっといい流れになってんなっていうのがすごい思うところですね。なかなかね、これはこう、パーッとした舞台でね、こう、目に触れる機会はリーグ的にあんまりね、できませんでしたけども、がっちりやってらっしゃったですね。素晴らしいですね。いや。そしてそんなところで、そんなね、遺跡の話なんかもいろいろ出てきてますよ、また。話やで。谷晃生。来年、ガンバ大阪は復帰させる方針だそうです。あ、そんなニュースが出てるわけですか。そうなんですよ。ただ、本人、湘南から離脱することは、ちょっと確定的になってるんですけども、谷選手は、ヨーロッパに行くと言ってます。ガンバは戻したい。谷君は、湘南でもなくガンバでもなく、俺はヨーロッパに行くと。そういう状況。ああ、どうなんだろう、ここ。もうじゃあガンバがプレミアリーグに行くしかないよ。ガンバごと。それはちょっと難しいのか。そうだね。代表ネーションズリーグね、出るってるぐらいだから。そうですね。無理かね。どうなんだろうね。でもなんだっけ、やっぱりっていうか、はい、今回もそのゴールキーパーワールドカップ3人選ばれたじゃないですか。はい。結局、シュミット選手、川島選手、権田選手。ね、選ばれてないわけだから。そう。うん、で、結局その3人って、現状、ヨーロッパにいる権田、あ、ごめんなさい、シュミット選手と川島選手。うん、ヨーロッパ経験のある権田選手じゃないですか。うん。ああ、そうか。で、実際、やっぱりシュミット選手とか、あと、違うところで鈴木優馬選手とか、あと、谷口選手とかもかな。うん、基本的にもう、今は、その J リーグでやったら、基本的にはもう呼ばれない時代になったっていうふうに、もう、いろんなインタビューでもコメント残してて。なるほど。多分先輩方からいろんな話聞いて、俺もやっぱり一回行ってみたいっていうのは、ちょっと多肉出てきたのかななんてのはすごく。そうか、そうか。なるほどね。なるほどな。なんてね、ことがありましたよ。予定より湘南なかったもんね、谷。そうですね。予定よりっていうかあれですけどもね、でもただ、まあね、成長しました。3年いましたからね。ただね、オリンピックも経験してね、そしてフル代表にも入ってたですから、間違いなくそれは湘南があったかなと思いますけど。ストップしてましたし、柏戦もね、しっかり残しましたチームもね。ね、本当ですね。はい。ただなんか鹿島アントラーズもまたちょっとすごいことになってて。庄司源、柴崎岳、上田直道取りに行くと。おお、なるほど、バック。ああ、なるほど、いいじゃない？すごいとこ目指すなって思うけど、いや、すごい、これ全部実現したら、イズムを岩間さんのもとで、だと思う。だと思うんですよね。いろんなこう、思想的な部分から一回鹿島を、もう一度みたいなとこもあるのかな。あると思うよね、これは。ここはね、実際どうなのかわかんないけど、そういう声明を出してるってことですか。そういうことですね。なるほど。これは鹿島も冬ちょっと楽しみですね。どうなるかね。山田さんがスパイク履くことはないんですか？急に。イズムを。代打俺って。代打俺。答えで。もしくはうちっていうのはないですか？いや、私よ、ジーコさんみたいな。みたいですけどね。大変だね。まあそんな情報。いやー、なるほど。テンション上がる話が。たくさんでございますね、やっぱりね。多いね、多いね。まあ、またこれはね、ミルアカの本編とかでも扱っていきたいなと思いますけど。いや、お願いしますよ。お願いいたします。なるほどね。いや、しかしだよ、先生。よくできてるなと思いますね。毎週末、すごいバトルがさ、J1、J2、J3、そしてプレイオフもいい具合にね、ルヴァンから、ねえ、ルヴァンから天皇杯から、もう気がつきゃワールドカップみたいな、まあ、上手ですね。上手。うまくできてるわ。いや、もちろん予定は前からね、教えてもらってるんですけど、つくづく上手ですね、と思いますよね。ほんとそうですね。そしてあれでしょ ?J3 も最終節まで決まんないんだから、先生が教えてくれた通り。ねえ。そうなん。あと2試合なんだけど、ねえ。そうなん。最終節まで2位は決まんないってことでしょ？そうなんだよ。やばいじゃん。その週はもう J3 最終節だけになっても国民的関心事になったらいいね。いいね。やっててほしいね。いやー、これすごいおもろいですわ、本当に。おもろいね。逆にそれ終わっちゃったら1週、2週空くんですかね。いやいや、まあさ。何ですか？全く開かずにワールドカップです。ああ、そうだよね。そうです。だよね。うん、全く開かずにそれも始まります。過密だけど、それみんな大変だけど。過密だけど、すごいね。すごいよ。いや、すごいわ。なんちゃすごいわね。なんちゃすごいですから。なんちゃすごい、ほんとに。いや、大変よ。すごい。なんかあと、そのワールドカップで言ったら、なんかダゾーンさんが毎試合というか、毎日なんかレビュー出してくださるって。そうなんでしょ。ダイジェストも出してくれてたよ。ねえ。ねえ。そのなんかレビューに関しては毎朝出るそうで。だ深夜収録ですね、全員。全員っていうか皆さん。レビュー。やばくない？ああ、そうか。夜の赤で試合みんなで多分見て、そのまま撮って、で編集してアップする。全然手伝いますけどね。寝袋持っていきますけど、何手伝えるか分かんないですけどね。なんかそういうね、パソコン持ってビル赤もそこでね、撮らせていただきながら。ねえ、右サイドから赤だってエブライねーっつってね、無理ですか？ナレーションいらないですかね。いや、ナレーションね。めし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 ー入れないですか？もっとかっこいい方がいいね。クリスチアーノ・ロナウドいろいろありますよ。いろいろ。実況要素だな、どっちかっていうと。やってやったぞ、ね。なんか食ったな。いやいや、違う。ロナウドの声とかね。あ、ロナウドの声か。そうです。痛いけど頑張る俺。これ飯ね。ね、姉今あれじゃなかった。足削られた後に。まず誰でもいいですよ。そうだ、楽しみだね、これね。そうですね。なるほど。そっか。でも、アワードもバンバンやっていくわけでしょ、その間に。そうですね。7、14、21ですか？これ我々でもね、忙しいって、サッカーメディアの方よく考えたら、やべっちスタジアムさんだってね。川崎優勝パターン、ね、横浜マリノス、F マリノス優勝パターン、どっちも大事そう作ってたわけでしょ。今日横浜でやってましたけど、がっちり。そうですね。とか考えたらもうみんな寝てないよ。これ大丈夫みんなね、これね。いや、大変よ、ここは。お体お気をつけですよ、これね。そうですね。ね、もうワールドカップ期間なんかもうみんなもめちゃくちゃになりますからね、ワールドカップ決勝ってのはいつなんだっけ？12月20日かな。ああ、そっか。もう、行く年来る年の時はもう、ちょっと休ませてほしいだろうね。まさに休めないんです。なんでですか？高校サッカー。高校サッカー、そうか。そりゃそうですね。より休めない時期になっちゃうから。いやー、そうか。大変よ、高校サッカーでは高校生の皆さんがワールドカップで有名になったセレブレーションとかやるんでしょうね。やるでしょうね。ワールドカップで出たような名シーンを再現するようなプレーもあるんでしょうね。あるでしょうね。ツイッターで流れてきたの西ヶ丘でさ、すげえミドルシュート決まったっていうツイッター見た。国士舘。おお、やっぱ見た？あれすごくない？あれ。あれすごくない？何どうしたあれ？あれ、キャノン砲飛んでましたもんね、なんか。ねえ。あれ、現役時代の松田監督、ああいうのは一回ありましたよ。広島時。松田博さんで、くぐってください、サンフレッチェ広島の。やば。同じようなのありますから。へえ、面白い。すごいわ。なるほどな。ありがとうございました。いや、ワクワクしちゃった。ありがとうございました。ちょっとまとまりない話になっちゃうんですけど、まとめようがないっていうことでね。まあね。それがこのチャンネルのね、ワイワイ言うていきましょうっていう。コンセプトですからね。はい。ありがとうございました。あとは、まあね、また今日の夜ですね、本赤ですけれど、ミル赤の方でマンデーライブやりますので、お願いします。お越しいただければと思います。はい。そして、ね、トークライブが11月18日でございます。はい、いよいよ今夜はゲストを発表いたしますということで、それを詳しくはマンデーライブでということで。ただ、もうチケットは売ってますんで、お早めに、そのね、ゲストを発表した後ね、殺到しちゃうとあれなんで、今のうちにお買い上げいただいて。よろしくお願いします。ありがとうございます。オンラインもございますのでお願いします。ということで、今夜9時にマンデーライブでお会いしましょう。井上まいりました。ノーミルクサトでした。ほなね。ありがとうございました。またね。